地元市長の川端でございます。今日の第47回の天草ご共祭、上天草市内外から多くの皆様ご参加いただきました。皆様心からご歓迎を申し上げたいと思います。ようこそお越しいただきました。そして先ほどは土地踊り、そして今日の祭り明日にかけて、先ほど実行委員会の渡辺会長からも挨拶がありましたけれども、それこそ市民総出で手作りでの祭りでございます。関係者の皆様に重ねて心から御礼申し上げたいというふうに思います。今回のご共祭、これは文字通り47年目でありまして、ご教開通に合わせてご尽力なされました先人の遺徳を忍びながら、そしてこれまで発展を遂げてきた天草地域に対しまして、これからも我々努力してですね、また素晴らしい街づくりができればというふうに思います。今日はこの熱気はこれからの上天草市の発展を感じさせるような、そのようなものを感じております。これから皆さんと共にまた新たな活気ある素晴らしい地域づくりができればというふうに思います。各界からのご協力を心から御礼申し上げます。最後になりましたけれども、重ね重ね今回の祭りを企画実行されました皆様方に重ねて御礼申し上げまして、挨拶に返させていただきます。本当にありがとうございました。お世話になりました。